皆さんこんにちは。今回は、本当の意味でお蔵入りにしようか迷ったネタを紹介します。検索してはいけない言葉として有名なあるワードがあるのですが、それが実在するのか調べてほしいというリクエストをいただきました。検索してはいけない言葉という文化が流行し始めた初期の頃、マンコーヒーという単語が存在していたそうです。しかし、今となってはほとんど情報が残っておらず当時から物騒な噂があったものの、結局噂のみが存在した単語ではないかと言われています。以前に取り上げた万力動画という噂のみが存在するスナックビデオの話がありましたが、あれと似たような話ではないかとも言われており本当に存在したのか調べてほしいというリクエストをいただいておりました。この単語で検索してみると、ある域にてこのような記事が記載されております。この記事を読む限りだと、物騒な噂というものは書かれておらず、いわゆるネタだった可能性が考えられます。しかし、ネタなのかと思いきや別のサイトでは、マンコーヒー、中学生、という単語で詳細な説明があり、その昔、検索してはいけない言葉として登録されており、検索すると女子中学生の股間にコーヒー缶が突っ込まれている画像が、ヒットするという話があったようで、現在はこのワードで検索するとなぜか顔面がパックリと裂けている男性がヒットするらしいです。実際に検索してみると、説明通り今はグロ画像がヒットするようになっており、顔が半分に裂けている男性の画像が出てきます。かなりグロい画像ですので、実際に検索してみる方は閲覧注意です。このように、マンコーヒーという単語については様々な噂が過去に存在していたようで、やはりこの単語、過去に何かあったのではないかと考えられます。単語の内容的に、語呂が良い下ネタとして流行っていたものに尾ひれがついただけなのかとも考えたのですが、仮に中学生云々の話が事実だとすれば、何らかの事件関連の写真である可能性もありますし、そもそも中学生がそのような写真を自らアップするとも思えないので、何かヤバい画像であることは間違いないかもしれません。噂自体は2008年頃から存在していたようで2チャンネルに伝説の中学生という文言と共にスレが立っています。ただ、このようなスレが立っているということはなおさら噂のみが存在する都市伝説的な話だとも思えてきますね。しかしながら、昔からマンコーヒーという単語にまつわる噂が存在していたのは事実です。果たして、この単語の噂は本当なのでしょうか？今回は、この幻の検索してはいけない言葉についてできる限り調べていきます。皆さんはこの検索してはいけない言葉をご存知でしょうか？一見単なる下ネタのような単語ですが、噂が事実だとすれば笑えない話です。冒頭でお話ししたように、過去に2チャンネルでこの単語に関するスレが立っているので、2チャンネルに何か手がかりがないかと思い調べてみました。2007年に立てられたスレで、マンコーヒーに関するスレが立てられております。先ほどのスレとは違い、詳細に情報が記載されており、ある中学校の生徒について書かれています。しかし、あまり現実味がないような話で、事実かどうかは不明ですが、過去に自身の写真を日記に載せていたある女子中学生がいたようです。また、さらに別のスレに誘導されており、こちらはすでに削除されておりますがアーカイブから確認すると、問題の画像と HP と記載されている URL が貼られております。この URL を確認する前に、スレの反応を見てみると、どうやらある中学生の日記らしく、缶コーヒーが入る、というような文言が日記に記載されていたようで、おそらくこれが噂の出どころではないかと考えられます。次に、実際のサイトを確認していきますがよくある普通のブログのようなサイトであり、プロフィールには2004年時点で中3と書かれており、この時点で英検2級と数検準2級を取得していたみたいで、スレに書かれた内容はこのプロフィールを元に書かれたものと思われます。で、一見普通のブログなのですが問題なのが、
自身の写真や彼氏に撮られた写真などをアップしていたようで、日記の内容もかなり性的な内容が多く、おそらくネットに出したらまずい写真もアップされていたようです。例のマンコーヒーに関わる写真がアップされていたのかは定かではないですが、スレの反応を見た限りだと、それを連想させるものが文章、もしくは写真でアップされていた可能性は高いです。この日記サイトが過去に2チャンネルで話題になり、ここから例の単語の噂が生まれたと思われます。このサイトに掲載されていたと思われる写真の URL が何度か様々なスレに貼られていた形跡もあり、密かに2チャンネル内で広まっていたものが検索でヒットするようになり、検索してはいけない言葉として有名になったのだと思われます。このことから、マンコーヒーという単語、噂のみが存在する単語ではなく、実際にあった話です。2チャンネルで話題になった後、すぐにサイトは閉鎖されたようで、おそらく写真などもアーカイブ含めほぼ残っていないです。写真が残っていたらさすがにヤバいのでお蔵入りにしようかと思っておりましたが、特定されない範囲で情報を伏せて紹介という形にさせていただきました。この単語、現在もグロ画像がヒットするということで有名になっておりますが、画像の掲載元はレディットであり、例の単語とは関係のないサイトです。それにもかかわらず、なぜヒットするのかという謎は残っております。おそらく、過去にマンコーヒー関連のスレにこの画像が貼られ、そこから関連画像として Google に認識されたのではと考えます。グロ画像であればまだマシですが、噂の元となった写真が実在するのであれば、法的にアウトなので、この単語について深く調べるのはあまりお勧めしません。ちなみに私も怖くてあまり深くは調査しませんでした。いかがでしたでしょうか？よく私の動画でも検索してはいけない言葉を取り扱っておりますが、そもそもこの文化はいつ、誰によって作られたものなのでしょうか。2000年代後半にはかなり認知されていたように思いますが、怖いものが見たい人にとってはかなり便利ですよね。皆さんが怖いと思う検索してはいけない言葉があればぜひコメントで教えてください。また、今回のような過去に存在したものの今は忘れ去られてしまったワードも何かあれば教えてほしいです。